僕たちはパフォーマンスを通して東北自身の募金活動を行っております。ぜひ、パフォーマンスを見てよかったなって思っていただけたら、ご気持ちの方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんな一緒に。
皆さん、私たちのパフォーマンスを見て少しでも元気になってください。災害が日本に起きてしまいましたが、こうやって東京ではパフォーマンスで何か皆さんに少しでもパワーになれるようにみんなで集まって応援しているので、これから未来のために、明日のために頑張ってください。応援してます。本当に微力ながら、こうやって僕たちのパフォーマンスを見て、みんなが寄付してくれたらなと思って、僕たちこうやって今パフォーマンスをしているので、本当にいろいろ大変だと思うんですけど、僕たちも精一杯できることは頑張るので、ぜひ頑張ってください。パフォーマーたちが募金活動をしてます。ちょっと距離はありますが、応援しているので頑張ってください。すごい大変な状況を送っていると思うんですけど、そんな自信にも負けないで頑張ってください。頑張ってください。少しでも自分たちが力になれればと思って、今パフォーマンスを通して、やっています。なんとかして被災地の人が元気になるように、こっちもできる限りのことするんで、被災地の人たちも頑張ってください。私たちダンサーにできることって踊ることしかないんで、一応こうやって頑張ったのがみんな池袋の人たちに思いが伝わって、ちょっとでも集まってるんで、これでなんかいろいろ買って復興を頑張ってください。応援してます。頑張ってください。ちょっと節電も頑張るんでよろしくお願いします。みんな元気を出してください。できるだけのできる限りの支援をしていきますので、どうか頑張ってください。大変だと思うけど、私たちもできるだけ協力したいと思います。頑張ってください。頑張ってください。みんな応援してるんで頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。応援してます。頑張れ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 。大変ですけど、これからもお互い頑張りましょう。少し足しになればいいと思います。頑張ってください。被災地の方々、元気になってください。元気出して頑張って生活できるように、自分たちも支援を頑張るので、被災地の皆さんも頑張ってください。私たちできることは本当に小さいことだけど続けて、支援できるように、ちょっとでもできるように頑張っていくんで、皆さんも頑張ってください。頑張ってくださいって言われたら頑張りましょう。日本を元気にしましょう。もう今すげえ大変な状況だと思うんですけど、そんな状況に負けないでマジで頑張ってください。全力で募金を集めてます。今できることはこれぐらいしかないんで、全力で募金をします。なので頑張ってください。ダンサーにできることをいっぱい考えたんですけど、やっぱり踊ることでしか何か新しいこともできない気がして、今日の機会をきっかけにみんなで何か変えていこうと思うから、皆さんも頑張ってください。被災者の皆さん、今は辛いと思いますが前向きに頑張ってください。遠くからですけど祈っております。頑張ってください。辛い状況にありますが、くじけず諦めず頑張ってください。これからまた、一つずつ、復興に向けて、一緒に頑張っていきましょう。応援してます。私自身神戸で被災した経験があり、その時に、全国の皆さんから、応援で立ち直ることができました。今度は私たちが被災地に何かをする番だと思っているので、できることだけですがしたいと思いますので、負けずに頑張ってください。応援してます。やべえ、ウケる。福島の皆さん、僕も福島の方、茨城の方に、友達、家族がいます。だけど、みんなそれぞれ頑張ってると思うので、負けずに頑張ってください。僕らもできる限りサポートしていくんで、負けないで頑張ってください。僕たちストリートジャムです。被災者の皆さん、応援してます。頑張れ。Oh!
。